チャオ、あちゃんです。今日12月の、12日火曜日、だっちゃんちのお昼晩作っていきたいと思います。テンション上げていきましょう。はい、今日焼きうどんします。キャベツ。キャベツとね、残ったお肉とかちゃちゃって焼いて、作りましょう。今日は上だけやから、お野菜結構使えるんでね。タタタタと作りましょうね。はい、寒いね。寒いからテンション上げやってられへん。それもあんねんけどね、それだけじゃなくて、ちょっといろいろ、あんのよ。まあ朝の動画見てくれてるから知ってることでね、みんなね。はい。頑張るよ、ちゃんは。自分でも生きることが不器用やなと思った。朝からの動画見てね、今日の見てもたら分かります。朝ごはんから朝のトーク動画からっていうか、どの順番で上がってるかな、まだ分からへん。この段階ではね、何本かトーク撮ってるから、もう切っとるとこ見せてない、もういいか。はい、焼くわ。だからお買い物行こうから戻ってんけどね、もうしんどくなってさ、広げていく。でね、キャベツと人参とピーマン。はい、豚肉をだーっと、油。食材あんまりないかな。今日は買いからね。
切り方ができるね。400W だね。あっちにね、これで。多かったね。いいでしょ。手で溜まってきたら、めんつゆをさっと回しかけて、で、醤油。醤油が好きやんけどね。ちょっと今回、味付けにめんつゆを入れてみました。結構ね、ポン酢の焼きうどんも好きやねんけど、子供は醤油が好きやからさ、醤油風でいきましょう。多分今ないですよ。で、火をマックスにして、焦がし醤油、どうかな、うん、いいな。完成。
焼きうどんできました。では食べましょう。はい、ではいただきます。焼きうどん食べましょう。間違いない。マヨかけ。ん？残りない。もっと食べられそう。前だけに。おかわり作れんことないけどな。もう一玉あるけど。買い物行くのがもうめんどくさくなってさ、めんどくさいというか、なんかほらすごいだるいの、僕が。昨日はしんどかったんやけど、今日はね、体調悪くないんだけど。ん？換気？いやいや、換気の問題じゃないと思う。換気しや。何を買ってこようかな。サンタさんにお願いします。サンタさんにお願いします。うん、おいしいね。いいんかもわからんけどね、こうやって食べながらね、コメントチェックしとかんと時間がほんまもったいね。時短のためにね、いろいろやってんねんけどね、ほんまに時間がいいね。うまくそこは確保しないとね。時間がないっていうのは時間の使い方が下手なの。だからこううまくね、時間をうまくこなさなあかんね。頑張ってやっていこう。何じゃ。
今日、どれ買いに行くから。今日、買ったら、うん、うまく買いにかな。まともに正月に切れる計算なんだよ。去年もそうやって。正月の3日に切れてさ、2日の日にやばかった。いや、ちょっと灯油を正月の間、セーブしてる。3日の日から灯油空いたから、まあ、山下ったらよかったんけど、もう近くで買おうと思って。3日に切れてそこ買いに行ってない。計算がずれんねん。大晦日の日は、年越しで結構遅くまで起きるやん。灯油の消耗が早かったよし、計算以上に。2タンクで回しとってんけど、2タンクで回したら出ちゃうんよ、うん、去年から3タンクで回すようにしたらなんとかね、まだ食べれる、うん、何で勢いだけ取ったよ。全部取ってもいいだよ。え？うん。頑張ってやって。頑張って食べようかんなら。まあ死ぬくなったら残しとき。食べ過ぎてもあれやし。うん。置いといたら光る食べるよ。帰ってまたね、なんか置いといたら。中学校から帰ってお腹減ったよね、いつも。飽きたらマヨネーズかけて。味変わるから食べやすい。トリュフオリーブオイルかけてもいいかもわからん。それよかったかも。ラフレッキーだ。オリーブやけど香りがトリュフや。トリュフソルトフェ、トリュフ醤油がよかった。トリュフ醤油、あの TKG にかけたやつよ。かおー、いい香り。あ、今日イオン行こうかな。トリュフ欲しいんよな。結局イオン行ったら時間かかんねん。何春行きたいな、うん、体操の人にパワハラされたって言って、うん、分かったって言われね、トリュフソルトね、トリュフオリーブオイルかけたらトリュフの香りが美味しかったけど、オイルがちょっとしつこかった、うん、サラダとかにねオリーブオイルザーかけてもいいんだけど、うどんはやっぱ油で炒めてね、ここでやっぱ油気が残ってるところに油をのせるからちょっと油がしく、でもオリーブオイルのね香りが美味しいから悪くはなかったけど、
ということで、焼きうどん美味しかったです。やっぱり醤油ベースの焼きうどん、あっちゃんち好きだからね、美味しかった。で、今日のあっちゃんちのお昼ご飯、焼きうどん、醤油の焼きうどん、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、ちょっと桜井までお買い物行ってきます。